青木保津から1908年3月27日は、明治時代の日本の文部官僚、教育者、旧足森藩士。嘉永4年12月12日、青木玄英の長子として、備中国足森に生まれる。陽名は秀野心。藩校、追託者を経て、犬飼い少僧、山田報告らに漢学を学んだ後、明治3年12月に、 足森藩選出の更新生として、大学南校に入学。更新生制度が廃止され、公明が南校第一大学区第一番中学と移り変わる中、英語専攻の学級に在籍して、学業を続け、明治6年4月に同校が専門学校である改正学校に改組されると法学科の予科に編入されている。明治8年7月、退学して、 兵庫県11等出資となり、同県4等役官県県中属、ついで中属県3等役官に承認。明治10年1月、官立大阪市藩学校の教員兼幹事に転じ、明治11年1月には校長心得を命じられたが、同校は経費削減のため、翌2月に廃止され、残務引き継ぎに追われた。その後、同年5月に、 秋田県市販学校副校長となり、7月には秋田県ご藤属に就任。翌年1月まで県学務課長県市販学校長を務めた。秋田時代には、元大阪英語学校教師、クリストファー・カロザースを英語教師として招聘する契約を結んだほか、明治11年7月に気候作家、イザベラ・ワードが当地を訪れ市販学校に立ち寄った際に校内を案内している。 明治12年2月、大上官六等族となって、調査局に勤務し、翌明治13年3月の完成改革で、調査局が廃止されると、同局の業務を引き継ぎ新設された、会計部に移った。同年6月、文部省五等族に転じて、管律学務局勤務となり、以後長らく同省に在職。明治17年7月に準送人御用係、 翌明治18年8月に文部県少書記官に進み、文部書記官、文部省参事官、文部書記官兼文部省参事官を経て、明治28年10月に退官した。省内では、明治18年12月に大臣官房第一課長心得となった後、明治19年3月から退官までのほとんどの間文書課長を務めたほか、 明治19年1月から翌月まで音楽取り調べ係主管を明治22年3月中に東京教育博物館主管を明治23年7月から明治25年11月まで大学専門学校事務を鑑賞する専門学務局第一課長を明治26年1月頃及び明治27年2月から翌年4月まで図書課長を兼務している 明治41年3月27日、急性肺炎により、東京四五目く天神町の自邸で死去。去年58、ありがとうございます。